こんにちは、ミルトです。フケルンの弱音効果、まあ、フケルンの弱音効果っていうか、そのホイッスルトーン、裏音ですね、の弱音効果が実際どんなもんなのっていうことで、ちょっと数値化して見てみたいっていうの声がありましたので、まあ、ちょっと依頼を受けてこんな動画を撮っております。まあ、もう音を聞けばね、小さくなってるってことは一目瞭然だとは思うんですが、はい、じゃあ実際どれぐらいなのっていうことで、ちょっともう数まあ、アプリを使ってね、分かりやすく視覚化していこうかなと思って、こんなものを用意してみました。これね、デシベル計って、まあ、音量を測るやつですね。今リアルタイムでこの僕、これ iPad ですけど、この iPad のアプリに僕はこう直接声を入れて、この声に反応してるのをリアルタイムで画面上にこっちか映してます。これはーはー、こんな感じです。わかりますかね、こんな感じですね。で、今ね、この何も喋ってなくてもザーってなってるじゃないですか。これ今すみません、この部屋で鳴ってるノイズです。なのでこれはちょっと気にしないで、完全な無音っていうのは無理なんですね。 iPad 自体も音鳴ってるし、絶対にゼロにはできないんですが、とりあえずどれぐらい小さくなってるのかっていうことは分かると思うので、このアプリを使ってちょっと検証というか、はい、ご説明していきたいと思います。で、このナイトバイノーブルなんですけど、これで高い例を吹くと、まあ、この構えにもよってね、音の飛ぶ方向が変わって音量変わったりするんですけど、だいたい100ぐらいいきますね。で、この100の、まあ、この向きですね、この向き。この向きで、この100ぐらい出る状態の楽器というか、iPod との、iPad との位置関係で、こんな感じで100が74ぐらいになってるんですね。だいたい26デシベル、まあざっくり25デシベルカットぐらいっていうところなんですけど、じゃあこの25デシベルカットって一体どれぐらいなのっていうことなんですが、まあ、これはまあ、数値で言うと、なんだ2割か3割ぐらい、 25% しかとか思うじゃないですか。そうじゃないんですよ。これデシベルが10デシベルで、いくつだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、20デシベル以上いくと、まあ、10分の1ぐらいになってるそうです。一応その辺はネットで調べてみてください。僕もネットで調べただけなんで。で、なんですが、このぐらい音量をカットすることができるのがこの、まあ、フケルンというか、フケルンはあくまでも裏音を出しやすくする装置なので、まあ、裏音が実際それぐらい小さくなってるっていうことだということでね、はい、まあ、数値化して見ていただけたのではないでしょうか。はい、こんな感じでいいのかな。はい、はい、数値で見たいということでしたので、リクエストにお答えしてちょっと動画撮ってみました。以上です。ではでは、お疲れ様です。